野菜作りが大好きな菅です。よろしくお願いします。今畑の方は、ミニトマトと、ナスと、キュウリとでこの前種まきして、枝豆とトウモロコシと落花生と植えてますので、これからちょっとずつ収穫になりますので楽しみなんですね。芽が出るのも可愛いですね。可愛くてですね、はい、そういうふうになってます。野に咲く花のように歌しております。野に咲く花のように風に吹かれて、野に咲く花のように人を爽やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には暗い人生もトンネル抜ければ夏の海、そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。野に咲く花のように雨に打たれて、野に咲く花のように人を和やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には辛い人生も雨のち曇りでまた晴れる。そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。ルル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 どうもありがとうございます。